はい、どうも、177-1811です。今日は自作ゲームの実況プレイということで、ブンデスアウトバーンノインというのをやっていきたいと思います。まあ、これはゲームという感じ、ゲームではなくね、ただのフラッシュコンテンツの一種で、まあ、ゲーム性は全然ないんですけども、まあ、とりあえずやってみたいと思います。はい、これを選ぶと、まあ、こんな感じで。はい、これはですね、まあ、地図ですね。単なる地図です。真ん中を通ってるのは、これは高速道路でして、この周りはまあ適当です。まあ大体地図を見ても、こんなところにこんな街があるよ、みたいなのをやってるだけです。はい。これは一応風車とかですね。はい。まあ私は、ブログの名前も、ウンデスじゃない、それはこのコンテンツの名前ですね。アウトバーン9号艇という名前にしていて、まあこのアウトバーン9号線というのがね、まあ高速道路の中でも割と好きなので、まあそれを、まあちょっと思いついて、こうフラッシュにしていましたという感じです。はい。で、まあこれ、全然知らないと思いますけど、最初のスタート地点はポツダムですね。ポツダム宣言のポツダムでやってるのかな。ドイツの首都ベルリンの少し、南西側にある、まあ、古い町で、確かブランデンブルク州の州都だったはずです。はい。で、今そこから、どんどん南に向かっているところですね。まあ、この地図では、この地図というか、このフラッシュでは、単に上から下になってますけども、まあ、実際も、まあ、北から南に、伸びる感じの道路になってます。はい。で、今もう100キロぐらい来ましたね。はい。で、ここは、ハレは、旧東ドイツの中では、4番目か5番目ぐらいかな。に大きい町ですね。はい。ここではちょっと距離があるので、確か町としては描写はしてなかったはずですけども、はい。これすごくわかりづらいですけども、ここに、空港がありますね。はい。このちょっと色が違うところは空港の滑走路とかで、で、これ、黒市というのは、ジャンクションですね。まあ、クロスということですね。はい。まあ、一応、ジャンクションも、まあ、だいぶ、こう、手抜き感はありますけども、一応、作ってます。はい。で、ちなみに、この、空港はですね、ライプツィヒ羽空港で、私、動画を、アウトバーンの交通量ランキングという動画を作っていまして、で、その動画の、70位ぐらいかな、確か。そこでここを横切る、アウトバーンが出ていて、で、そこで、その車が通っている道路の上を、滑走路、誘導路、飛行機が横切ってるというのがあるんですけども、それは、ここですね。ちょうどここだと思います、多分。はい。で、ここが、ライプツィヒですね。はい。まあ、結構大きい町で、旧東ドイツの中ではベルリンに次いで2番目ですかね。はい。まあそうですね。で、この、ここまでの、9号線は、そのベルリンとライプツィヒを、まあ、結ぶ、その、大動脈としての、役割が強いですかね。はい。そしてライプツィヒを過ぎて、さらに、南へ。この辺は、まあ、あんまり大きい町とかないですかね。はい。これ、私がプレイしてる分にはいいんですけど、見てる人はちょっと酔っちゃいますかね、このスピードで動かしてると。あんまりその辺はよくわかってなかったりするんですけども、はい。もうだいぶ来ましたね。この辺が旧東ドイツと旧西ドイツの、間ぐらいですかね。なんか入れてたかな、線とかを。ホーフまで行くと、旧西ドイツ、バイエルン州に入るんですけども、なんもないですね。結構ホーフまでが長いな。ここがドライエック・バイエリッシュス・フォクトラントで、まあ、ここはもうバイエルンですね。はい。ここから南側バイエルン。で、ここがホーフですね。はい。まあ、昔は国境に近い町という感じだったんですけどね。なんか西ドイツの中でも一つの、
端っこみたいな感じだったんですけども、今はあんまりそういう印象はないですかね。はい。せっかくだからね、なんかドイツに関するネタとかも話したいんですけども、いまいちないという 調べてから動画にすればいいんですけどね。毎回忘れてしまう。忘れるというか単にやる気がないんですけどもね。ここがバイロイトですね。バイロイトの、これはなんか、ワーグナーかなんかの歌劇場ですかね。なんかそれをイメージして書いた気がしますけども、私がフリーハンドでやっただけなので、全然それっぽい感じは出てないです。残念ながら。はい。この辺はまあ、実際私も通ったことありますけど、本当に大した見どころもないので、これゲーム中でだいぶ殺風景に見えるかもしれないですけど、割とね、自分の中では再現してるつもりなんですよね。で、ここはちょっと分かれてるところですね。東名高速道路、日本の東名高速道路も、なんて言ったらいいのかな。これもともと片側2車線だったのを、そのまま上りでしたか下りでしたか忘れましたけど、どっちかに転用して、反対側は3車線で新しく作ったっていうところがあったと思いますけども、ここもそれと同じですね。これ右側通行なので、まあ、こっち行き北向きの方が、片側2車線の片方が、まあ、こう、二車線そのままになってて、で、もう片方はこれは大型車専用みたいなところですね。で、反対側、南行きの方は、まあ、新たに三車線加えたという感じになってます。まあ、結構なんか峠越えみたいなところでしたかね、さっきのところは。あ、クロイツ・ニュルンベルクですね。はい、なんか複雑になってますけど、実際複雑ですね。で、これ9号線はこう、南北にその伸びてるんですけども、このなんか分岐するようなルートで、そのまま9号線に入るという感じで、これはそうですね、真ん中寄りを通っていると、そのままこう、ニュルンベルクの町の方に行ってしまうという感じのジャンクションになってます。で、ここはニュルンベルクですね。はい。あ、ニュルンベルク・フィッシュバッハ。なんか、渋滞、交通情報とかでよく聞く名前のような気がします。フォイヒット・シュタイン。はい。まあ、この辺は、まあ、ニュルンベルクはバイエルン州で第2の都市で、ドイツ全体だと15番目ぐらいですかね。まあ、結構大きな街になってますね。はい。交通の要衝という感じで。はい。で、今、ICE、ドイツ版新幹線が通りました。ここは実際に先に高速道路がなくて、その横に新たに、こう、高速走行用の線路が通ったところで、また通りましたね。まあ、走っていて楽しい区間ですね、ここは。私は車でも列車でもどっちでも通ったことありますけども、まあ、私はどっちも好きなのでね、どっちから眺めるのも楽しいという、はい、今度は逆向きに行きました。はい、そんな区間になってます。ちなみに、ここでは300キロぐらい出しますね、ICE は。で、ドイツのアウトバーンは、まあ、制限速度、速度制限のない区間が、まあ、今も結構残ってまして、その気になれば、300キロぐらいで車の方でも走ることはできます。はい。この辺は特に直線が多いのでね、まあ、実際にこう、明らかにあれ200キロ以上出してるよな、みたいな車に抜かれることはもう本当頻繁にある区間ですね、ここは。はい。で、ここもまあさっきと同じような感じのところですね。ここはまあちょっと山深いところになってます。はい。インゴルシュタットはまあ割と大きい町で、何でしたかね。なんか車の、メーカーがあるとこでしたかね。ちょっと覚えてないな。はい。あ、で、ここはちなみにドナウ川ですね。ここを流れているのは。で、もうだいぶゴールが近づいてまいりました。この辺もまあなんもないですね。パッフェン・ホーフェン。この地図というか、この中では書いてないですけども、この辺はホップ畑が多かった印象があります。はい。そして、クロイツ・ノイファーン。は
ここから南はまあ4車線ということで、ドイツの高速道路、アウトバーンでもね、片側4車線の区間は珍しいので、まあ、それだけ交通量も多いということになりますね、この辺は。はい、そして、クロイツミュンヘンノート。これは、全く再現できてはいませんが、アリアンツアリーナというサッカースタジアムですね。ドイツワールドカップの時に建てられたスタジアムで、バイエルンミュンヘンの本拠地となっています。はい。そして、インターチェンジも多くて、まあ、この辺は実際その手前のインターチェンジのからの合流が、その次の、また出ていくとこにそのまま繋がってたりと、ほんとこちゃこちゃした感じになってるところですね。で、はい、ここが、ミュンヘンで、ここが、終点となります。はい、それなりに建物をこちゃこちゃ書いてますけども、まあ はい。まあ、私の画力ではこの程度ということで。はい。これでまあ終わりですね。いろいろ語るようなネタはもっとあった気がするんですけども、結局あまり話せませんでしたね。あ、ちなみにさっき交通量が多いみたいなことを言いましたけども、実際にこの辺ですね、カルヒンクのあたりは、1日の、通行台数が15万台ぐらいで、全体の7位ぐらいでしたかね。私、前ランキング動画を作ったので、そちらには出てるはずです。はい。気になった方もしいましたら、まあ、いないとは思いますけども、そちらもまあ、見ていただければと思います。はい。では、これで終わりですね。はい。ちなみに、これ、RK でタイトルに戻ります。これ、それなりの、拠点となるような場所を、なってるので、まあ、そこに直接飛ぶこともできますが、まあ、ほとんど意味はないという。ことですね。はい。では、まあ、ほんとこんなくだらない動画ですが、ご視聴いただきありがとうございました。はい。